メルセンヌ数とそしてフェルマースの,の紹介したいと思います、はい、メルセンヌ数というのはどういう数かというと2の n 乗引く1で表されるものですでこの n っていうところには1とか2とか3とか4とか、まあ、こういうものが入りますで2の1乗引く1は1でしょ2の2乗引く1っていうのはえつまり4引く1だから3で次が8引く1だから7 まあこんな風に続いていくものをメルセンヌ数という風に言います。そしてフェルマース。これは2の 2n 乗プラス1という風に表されるもので、えー、っと、まあ、これが1の場合は2の2乗足す1で、あ、じゃあんあ、0から刺さつのか。まあ、2の1乗足す1、2の2乗足す1、 えー、2の4乗す +12 の8乗す +12 の16乗す +1、まあ、こんなふうに使われていますでなんでこんなことを考えたのっていう話なんですよメルセンヌ数とかフェルマー数なんでこんなことを考えたのメルセンヌさんはこのように思いましたやっぱり整数を考える上で素数 素数の研究っていうものがどんどん、まあ、高まっていくんですけどその中でメルセンヌスの中で素数になるものを注目してください3731127これが素数ですさあ皆さん何か気づくことありませんか3731127 これ何番目かというと2番目のやつが3になって3番目のやつが7になって素数番目5番目が317番目が素数の番目そうつまりメルセンヌ数は素数番目が素数になるとね素数番目が素数になるそんなメルセンヌ数すごくねって思ったわけですなんかダジャレっぽい <laughs> ダジャレではないと思うけど でちなみにこれじゃ次11がどうなるのかっていうの気になるよね。えでも絶対なるわけじゃないよね。そう11がどうなるかっていうふうに調べてみるとえー、っと7891011が2047になってあれこれ素数かなって思ったら実はこれは2 3八8 9と素数ではありませんでした。はいなので 実はめ素数番目が素数になるメルセンヌ数すごくねって思ったんだけどでも11の時は違うから常にってわけではない。なり方ない。も<う>でも最近のでっかい素数とか全部メルセンヌ数だよね。それがねこの話のオチなんですよ。なんで皆さん今聞いたの忘れてください。<laughs> <laughs> えー、素数番目は素数になることが多いメルセンヌ数、うんまあ、これを研究したのがメルセンヌさんです。 さあ、そして、フェルマー数というのは、まあ、こんな形で作られるんですけど。フェルマー数見てください。三は素数ですか。素数ですね。五は素数ですか。素数ですね。十七は素数ですか。素数です。ね百五十七素数ですか。百五十七。百五十七は素数ですね。そして。ええ、六万五千五百三十七。これも素数なんです。実は。フェルマー数はすべて素数になる。 これすごくないですかす、ね、すごいですよね、まあ。ところが、まあ、これも実は素数にならないものもあって素数にならないのが7番目ですね。えー、っと二の百二八8番目か2の128乗プラス1っていうのを計算するとちょっと長式 <laughs> 数長いから書かないけど。 7番8番目のやつは素数にはならないということが知られています。なので、まあ、フェルマースっていうのは、まあ、ずっと素数、素数になってすげえなって思うんだけど、でもまあ実はこれも常にではないということなんです。はい、でちなみに、えーまあ、このメルセンヌス、フェルマース素数を研究する上でどっちが有効かと。 いう,ふうに言われると、メルセヌスなんですね。素数番目が素数になる可能性の高いメルセヌスヌ数と、えーまあ、全部素数になるフェルマース全部素数になる可能性の高いフェルマース、はい、これはメルセデヌスの方が今ではあのより素数を探すための精度が高い数として知られていて。 まあ今って素数って懸賞金がついててでっかい素数見つけたら1億円最大で1億円ぐらい賞金もらえるんですけどそのでっかい素数を探すために、まあ、日夜この研究者たちはメルセンヌ数をひたすら、まあ、コンピューターに計算させてえ調べてるというお話ですははいあまあそれで、まあ、何が言いたいかというとメルセンヌとねフェルマーが まあ似たようなこと考えてるじゃんメルセンヌスフェルマースって言って素数になるための研究これってさ絶対に交流してたから、ね、お互いにこうお互いのアイディアにインスピレーションを受けて、ね、似たような研究をしてるっていうことの証明かなと思うんですよねはい、まあ、なので、まあ、やはりこのメルセンヌというねマッチングアプリをこう軸として、まあ、フランスおよびヨーロッパ 全体をめぐって数学というものが一気に発展していったそんな時代が17世紀前半のヨーロッパでした。